30代アニメ、まさかの結婚、そしてヒロイン出産。ほんとびっくりしました。でもまあ、きっちり結婚してたのが、さすが30代って感じで好感が持てました。もうこれ最終回でいいんじゃないってくらいのハッピーエンド。まあ、スローライフなので、下地が整った感じなんですかね。来週から何するのか楽しみです。以上、30代アニメのお話でした。